昭和区は名古屋市を構成する16区のうちの一つである。昭和区の区名は1937年に元号の昭和より取られた。区名の決定にあたっては、旧五基礎村内における五基礎地区と高路地区の住民対立が影響したと言われる五基礎地区の住民が提示した五基礎を区名とする案に対し、高路地区の住民が激しく反発したため、 中立的な小和の名称が採用されることとなった。また、名古屋市の中心部に近く、大学施設や名古屋市鶴舞中央図書館などの文化施設も多い。名古屋大学医学部、名古屋工業大学、名無山大学、中京大学など多くの大学が位置し、中部地方屈指の文教地区となっている区の人口は1965年以降徐々に減り続けていたが、 近年マンション建設などで再開発が進み増加に転じている。早戸池産地、編集主な山古省、編集主な池名古屋市の地名昭枠を参照。名古屋市の行政区終わり藩の名古屋村、東畑の一部、名古屋神殿の一部、五木祖村、石仏村、富士西日田、川名村、伊勝村、五軒屋村、谷戸村から、以下のように構成された。 明治大正昭和社会保健庁、日本年金期広告税庁、昭和警察署、昭和消防署名古屋第二、赤十字病院昭和郵便局川名公園内にある、昭和文化小劇場昭和スポーツセンター本部、交番本部出張所主な病院協会主な図書館、主な郵便局美術館博物館劇場4、矢ごと店愛知豊田本社主な繁華街主な商業、 施設上場企業かつては、中京テレビ放送の本社も、昭和区に置いていたが、2016年11月21日に、中村区平池町の笹島ライブ24地区に建設された、新社屋に移転した。カテゴリー、昭和区の企業も参照五基礎駅、矢戸駅名古屋市営バス、五基礎文書、鶴舞南ジャンクション名古屋市交通局鶴舞線。 荒ラ駅五基礎駅川内駅入中駅、ヤゴト駅桜通線、五基礎駅、名城線、ヤゴト日赤駅、ヤゴト駅路線バス営業所自動車専用道路、高辻入口は、水北にある、一般国道主要地方道、一般県道幹線道路の道路通常名、南北の道路東西の道路、名古屋大学鶴舞キャンパス、名古屋工業、大学中京大学南山大学国立私立私立、 県立市立市立市立、愛知県立昭和高等学校は、昭和区ではなく、水北にある、市立市立高昇寺五基礎八幡宮、鶴舞公園名古屋市公会堂主な城郭、鳥出主な寺院主な神社古墳史跡その他、公園文化施設その他、佐久間森政名古屋市、翔ちゃんの部屋、毎月1日現在の世帯数と、人口ウィキメディアコモンズには、昭和区に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。